はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。ナラニオでございます。今日は真面目にですね、ストーブリーグの振り返りの動画を作ろうかなと思っていろいろ準備してたんですけれども、それどころじゃなくなりました。はい、柿谷陽一郎選手が徳島に帰還です。いやー、喜ばしいことですね、本当に。まあ、なんて言ったらいいですかね。もうタイムラインがお祭り騒ぎで、もうね、ちょっとツイッターの方がもうバッタ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 してまして、ちょっと先ほどスペース開いたらね、全く人が来ないっていう悲しいことが起きたんですけれども、まあ、それだったら動画にしちゃおうということで、喜びの声を届けていきたいかなと思います。もう皆さんお祭り騒ぎでたくさん飲んでるのかなと思うんですけれども、いやー、本当に素晴らしいですね。徳島に帰ってきてくれる。ということで、まあ、前回所属してる時は僕はまだちょっと徳島のことよく知らなかったっていうのは実際のところなんですけど、まあそんな中でも、前回そうですね、名古屋さんと2021シーズンかな、対戦した時にも柿谷選手のことをいろいろ調べたりもしてまして、徳島とのすごく縁が強い、ゆかりがある選手っていうことは認識してました。でその中でいろんなエピソードも、読んでてですね、本当に徳島のおかげで柿谷選手っていうのはサッカー選手を続けられた、そして大きくなれたってことをもうずっと明言されている方で、本当に本当にめちゃくちゃめちゃくちゃ嬉しいです。そして発表の映像がね、またどうしたの徳島広報さん、もう素晴らしいです。毎回毎回驚かされますし、かっこいい映像でね、そして最初に出てくるのがバーン8番ですよ。ね。8番っていうのが、まあ、長いこと、伊藤選手がつけられてて、伊藤選手がまあね、去年ちょっと抜けて、まあ、今回完全移籍果たしましたけど、浦和レッズの方に行かれました。その、空いてる番号だった8番を誰がつけるのかっていうところも、まあ、今回のストーブリーグ、まあ、編成においても非常に注目をしてるとこだったんですけど、個人的には。それが、こういう形で埋められるというのは、めちゃくちゃエモいっす。はい、もう皆さんそう思われてると思うんですけれども、いや本当に本当に嬉しくて、ただそれだけを伝える動画ということになりそうなんですけれども、ただ僕と同じように、その柿谷選手が所属してた時、まあ、2011シーズンですかね、の様子知らないよっていう方も、まあ存じ上げませんっていう方もいらっしゃると思うんで、これがいかに徳島にとって大きなことなのか、素晴らしいことなのかっていうのを簡単にちょっとお話しできればなと思います。じゃあちょっと柿谷選手の、基本情報をお伝えします。いきますね。柿谷選手は1990年の1月3日生まれ、先日誕生日迎えられてましたね。まあ、ヤフーニュースとかにもなってましたし、奥さんの丸高さんの方のインスタグラムで可愛いお子さんとね、撮られてる写真とかもありましたけれども、はい、の33歳です。そしてセレッソ大阪の下部組織に入っていて、セレッソ大阪でまあプロデビューと、しかもこの時16歳とかですかね、すごく若くしてプロデビュー、まあ、プロ契約を結んだ選手で、で皆さんご存知だと思います、日本代表にも選出されてワールドカップにも行っております。うん、でその前にですね、徳島ヴォルティスに、まあ、武者修行じゃないですけれども、2009年に徳島に、レンタルという形で加入しました。でその当時の監督は倉貫さん、そして、その当時8番をつけて、あ、すみません、その当時8番をつけていたのが、倉貫さん、ユースの監督をされてた倉貫さんですね。今は FC 琉球の、監督になられてます。でその当時の徳島の監督は水戸さんということで、まあ、徳島が非常に J2 で苦しんでいた時期に加入してます。その当時が、まあ、昨日引退の発表がありました佐藤明宏選手、まあ、パンチ君もちょうどその頃ですね、同じ時期にいました。で徳島が本当に、最下位、 J2 最下位とかそういうところで加入してくれて、で徳島でプレーを2年半トータルでして、最終的には4位まで押し上げた選手でもあります。でそうです、ちょっとまた下にリンク貼っとくんですけれども、激坂さんの記事ですかね、で徳島に対する思いっていうのをすごく分かる記事がありました。本当に徳島のおかげで、
本当に、まあ、ちょっとタイムラインとかあの皆さんのサポーターの声を聞くと、まあ、本当にやんちゃだったのが徳島に来て、うん、プロスポーツ選手サッカー選手になったっていう風にサポーターの皆さんも皆さんこう思われているような、で柿谷選手もそういう風に思ってるという、まあ相思相愛なわけですよね、うん、でその中で、まあ、セレッソ大阪にまた2011シーズン12シーズンから、戻った後に、まあ、スイスに移籍されてチャンピオンズリーグにも出場されましたね。本当に経験も豊かで、そして才能も素晴らしい選手です。あっていうのが、まあ、大体の概要ですね。で今は、2021シーズンにセレッソから名古屋グランパスに移籍されてて、でそこから、まあ、今回2023シーズン、名古屋グランパスから徳島ヴォルティスへという形になりました。しかも今回はレンタルとかではなく完全移籍です。完全移籍は正義ですね。本当によくこう徳島に戻ってきてくれたなというところですね。まあもちろんその、まあね、年俸とかはもちろんわからないんですけれども、まあ、推定年俸では一応1億ということで名古屋さんに加入されているっていうような情報がまあネットに上がってましたね。ただうん、まあ、実際報道されている年俸と選手の年俸って結構跳ねられているっていうのは耳にしますので、まあ、それ正しい年俸かわからないんですけれども、まあ、徳島がいくらお金を出した、まあ、そんな野暮なことは今日はやめときましょう。ああそして A 枠が誰だとか、ああ B 契約が誰だとか、そういう野暮なこともやめときましょう。とにかく今日はお祝いです。で僕ちょっとまあツイッターの方でもつぶやいたんですけれども、まあ、本当に柿谷選手に戻ってきてくれたこと本当に嬉しくて、まあ、お前知らねえのにって思われるかもしれないですけど、まあ、本当に興奮します。そしてもう一つ、ご家族が柿谷選手いらっしゃいますよね。まあ、丸高さんっていうモデルさん、まあ、タレントさんなんですけれども、ありがとうございます。本当になかなかその家族の理解がないと、その徳島っていう、またこれもまた失礼な話なんですけど、片田舎ですよ。まあね、その、うん、関西圏とその、まあ、近いとはいえ、これまでと住む環境が多分大きく変わってくると思います。もちろん奥さんもお仕事を続けるのであればかなりの負担になると思います。そして小さなお子さんが2人いらっしゃいますので、その中で、まあ、本当に奥様もあのご家族の方の後押しがないと絶対に実現しえない、遺跡だと思うので、そして柿谷選手 の, あの強いその徳島に帰りたいとか、徳島で、プレーがしたい、まあ、徳島に戻りたいっていうような強い思いがない限りは絶対に実現しないような遺跡ですので、本当に喜ばしいです。うん、あのなかなかね、やっぱそのプロ選手の移籍っていうのもご家族の、うん、理解がないとなかなか難しい部分があると思うので、本当に柿谷陽一郎選手にも、うん、ありがとう、感謝ですし、そして理解を示してくれて、あの徳島に、まあ実際わかんないですよ、まだあの単身かもしれないんですけれど、まあそんなことはないと思うんですけど、うん、そうやって一緒に家族が来てくれるってことは本当に素晴らしいなと。で、まあ、今回そのストーブリーグの方でも復帰、徳島に帰ってくるっていう選手がもう一人いましたね。まあ、渡里選手なんですけれども、そういうふうに、まあ、昨シーズンの途中に帰ってきている太郎ちゃんもですね、そうなんですが、帰ってきたいと思えるクラブになったんだと、なってるっていうのがもう本当に誇らしいです。うん、そらだってね、嫌な思いしたクラブに帰りたいと思います？思わないっすよ普通。うん、しかも、まあ、まだ引く手あまただったと思いますし、その中で、うん、そういう風に選んでもらえるクラブなんだぞっていうのをすごく誇りに、思います。うん、まあ、ちょっと今回はあの長々喋るのもあれなので、ちょっとまたストップリーグの方がね、ちゃんと枠とか、まあ、選手のフォーメーションとかその辺も考えながら真面目に、動画は別で作ろうとか思ってるんですけれども、今日は本当に柿谷選手の復帰、まあ、帰還を祈ってただただ喋りたいだけの犬が喋りました。
またちょっとね、スペースとかも落ち着いたら開いて、柿谷選手のエピソードっていうのを皆さんからちょっとお話しいただけたらななんて思ってます。柿谷選手がプレーしているところをまだ知らない、トッポカスタでプレーしているのを知らないサポーターも数多くいると思いますので、まあ、そういう方たちにも柿谷選手の良さとか、まあ、パーソナリティとか個性とかそういうところをみんなでこう知っていけたらもっとよくもっと良くなるのかなと思うので、そういうところでも、そういうスペースもできたらなと思います。先ほどスペースしたらね、タイムラインぶっ飛んでぶっ飛んでぶっ飛んでって誰も入ってくれないっていうすごい寂しい思いをしてしまったっていうのもあるんですけど、まあいいや、本当に、柿谷陽一郎選手、帰ってきてくれてありがとうございます。そして新しい徳島の8番です。また新しい時代が始まったなというふうに感じられるストーブリーグの最終盤でした。それではまたストーブリーグの真面目な動画は別で作りますので、そちらも覗いていただければ幸いです。では今日はこの辺で、やったー、ありがとう。